はい、こんにちは。チリの井上です。それじゃあ今日も頑張っていきましょう。じゃあ、向こう行きます。はい。じゃあ今日もね、筑波大学対策ということで、今日は4回目ということで、前回のね、地形図の独図のところのちょっとまとめをしていこうじゃないかということです。なので、もう一回着眼点とかね、注目しながら整理していきましょうね。はい。まあ、前回はこういうような問題のところでね、十勝平野の話、 そしてまあ幕別のところでということで、あとはもうこっちのね、茨城のところの矢田部というところをまあ挙げた話であるわけですよね。で、両地域の土地利用と集落道路、網の特徴、道路網の特徴ということになってますかね。で、これを前回やって、こんな感じにしてまとめたんですよね。図の一番目は北海道っていうことでトンネル平村で、まあ時代は明治時代だろうと。そして図の二に関しては関東平野。そして名前に神殿という地名もあったんでね。 なので、まあ、新田集落でいいだろうと。で、時代は江戸時代ということで、まず整理の仕方はこれで追にして、ちゃんとね、比較の文書で構成させていく。これが基本形であるということです。で、今回はね、前回のこの部分を踏まえてということで、さらに発展させていきますよ。はい。じゃあ、この両地域の土地利用ということなんでございましてね。で、ここで土地利用。うん。どういうものに使われているかということで、 まず一番初めは図の1というのが畑に使われていて、そしてこの図の2というのは水田に使われているということです。またもう一回後でちゃんと再度確認しますのでね。まあこういうふうにしてまとめることができると。ポイントになってくるのは今回でここなんですよね。地形図の土屑ということで集落がどういう形態で立地していくのかというのが今回のメインになるということです。そして前回も話したように道路網に関しては5番目上の地割りであると。 この畑の部分でね、と。そして、水田の部分では、この短冊状の地割りであったと。いうことで、それぞれね、この土地利用なんかにも注目しながら地面地割りと、道路形態ということで、まあ話をしていったということになります。それじゃあ、ここをね、順番通りに地形図の独ずでまあしっかり見ていきましょう。はい。まずは、この北海道のとこですね。まあ、ここに北海道と書いておきましょうか。 まあ場所は幕別でしたね。ということで、と。で、これがトンデン平村でしたね。そして土地利用ということで、この V の字マークですね。双葉のマークがついているから畑だよね、と。まあ、いうことが基本形であるということです。で、ここ全体の地域全体の話となってくるんで、あとは土地利用。他にはどういうものがあるのかっていうんですけど、 これ結構、この筑波大学のずっと今までの問題の傾向の方から言っていきますとね。まあよく出してくるのはこういう河川沿いのところの堤防の話、水害の話っていうのはよくついて回ってくるんです。まあでも、そうだな、筑波だけではなくて、まあどの大学でもね、河川沿いの話になってくれば、まあ水害の話はよく出すのが当然なんですけどね。で、ここの部分を見てあげますと、ここ,こ、こ,ここ、ここ。 この部分に堤防が築かれてるんですよ。堤防がね。堤防の堤の字は要注意ですよね。土辺にしないとまずいと。手辺にしたら一発で跳ねますからね、はい。で、これ堤防ということ。堤防と堤防の間のことね、ここの間のことをな内っていう言葉があります。ここね、ここの部分。この場所。 河川がこう流れてますからね。河川と堤防との間、ここ V の字マーク出てるでしょこの場所は堤内って言うんだ。堤防内ってことなんだけど、まあ大抵略して堤内って呼んじゃうんだ。で、この堤内のところを見てあげても、どうここ V の字マーク出てくるじゃない。ね。ここがこれなのかと。 ここがポイントです。まあどういうことかというと、この V の字マークね、堤防内のところに出てくる V の字マークは畑じゃないと思うんだよ。それはだってさ、ここ氾濫するからこそ堤防を築いていて、まあ絶えずこの辺り流路が変わっちゃったりするわけよ。で、いつも水がブワーっと吹き出したりなんかするようなイメージなんだよね。例えばさ、ここ十勝平野だからさ、まあじゃがいも畑とかが多いと思うのよ。で、こんなとこじゃがいも植えてみさ、もう気が気じゃないと思うんだよ。 収穫までなんか流されちゃうんじゃないかとか心配でしょだからさ、ここ畑じゃないのよ。で、こういう場所は何に利用するかっていうと、まあ北海道特有といえども、まあ言うような感じだけど、これだよね。牧草地なんだよね。はい。まああとこの辺のところどころも牧草地にも使っているところはいっぱいあるんだ。まあこの近辺はね、あの家畜の飼育を行うんでね、乳牛とかの飼育も行うんで。 ま、その餌ということで、牧草供給っていうのは意外と多いんだよ。なので、この畑のマーク、V の字マーク思い出そうな。多分小学校ぐらいの時にちょろっとやってるんだよ。この V の字マークは畑っていうのと牧草地、両方意味があるんだよね。だからここでは、まあ、畑とか牧草地に使われてるよみたいなことを言ってあげればいいわけさ。で、特にこの堤防内なんかはって言ってあげれば、お、こいつ分かってんじゃんっていうことになるでしょ こういうところがちょっとアピールする場所でもあるんだよね。知ってるぞっていうところがあるわけだ。いいで、この部分で、うん、畑に使われてるな、ということが分かれば、まあ、基本的でしょうね。まあ、実際的に畑が中心ですもんね。で、あとはこの辺の部分に、これ川がこうやってちっちゃいけど行くんだよね。流れてるんだよね。まあ、途中でこっちの方で合流するんだけどね。はい。で、この、幕別川のところ。まあ、幕別川。まあ、ここはね。 まあ、猿別川って川の名前なんだけど、この川のあたり、ね、こっち側の場合は5番目状の地割りで、なんて話はして。で、それで、この土地利用は、まあ、ほぼ、畑牧草地ですよ。なんていう話がまず一つ。あともう一個は、集落について答えなくちゃいけなかったね。そこで集落っていうのは、まあ、いろいろあるけどね、この辺もそうだけど、ポツポツポツっていっぱいあるわけよ。まあ、こっちもそうだけどね、あるのよね。 で、これ、とんでん平村となってくると、まあよく出してくるのは山村っていうのがね、家が一軒一軒離れてますよってやつなんです。でもね、開拓当初自体は終村なのよ。だってさ、北海道に着いてみんな船降りて、じゃあって別れていく人はいないのよ。開発するためにはみんなで力を合わせて開拓していくんでね、もともとは終村だったの。 で、ある程度土地の区割りがしっかりできてから、じヤっていう形で山村になったのよ。なので、まあ、デン平村っていうところで、まあ、もともとはと。山村なんだけどってニュアンスを持ってきてあげればいい。でもこれも時代がだいぶ経ってるからね。もう時代が100年以上経ってしまってるんでね。ここの部分でさ、考えてあげようよ。もう山村だったけれど、今現在はと。どうすか。道沿いに。 道沿いに、家がちょこ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 できてるもんね。まあこういう形は、まあ路損って言い方になるのかなと。ソンと。道路沿いに集落がっていうふうな言い方をしてあげたらいいか道路沿いにと。集落というか家屋だろうな。家屋が立地したと。 家屋が並ぶと。で、路損形態になりましたよ。という感じに持ってきてあげたらいいでしょう。ねうん。どうでしょう。こんなあたりをまず入れてあげたらいいね。で、あとはもう一声。ここかな。この部分にも注目してあげようよ。 この辺りはさ、標高が、あ、消えちゃったけど、26メーターがあるのよ。26メーターね。で、こっちの方の独立標高点の部分を見てあげても、まあ、だいたい18メーター、20メーター、まあ、そして、まあ、こっちも20、22という感じになっていて、少し26メーターってなってくると、まあ、4メーターぐらい、最低でもね、ポコんと高い場所なのよ。まあ、要するにこの辺りがちょっと標高の高い、第一状の場所だというわけ。こういう場所は、 川沿いの場所に比べてちょっと標高が高いんで、大きな集落が立地しやすいってことなんだよね。で、そしてその集落が立地して、まあ向こうの方に向かって、国道なんかができたんでしょうね。はい。まあそんなような感じで、この内容の部分も入れてあげたらいいかな。ここの集落の説明の仕方は、南東部なんて言い方をしてあげたらいいよね。図の南東部のところの台地にはと。これは台地でいいよね。 でもまあ、この辺りも今日のに台地第一の形式なんで、まあ、もしくはだよ、第一、もしくは小高いという言い方をしといてあげた方が、無難っちゃ無難だろうね。まあ、極力誤解を招かない方がいいと思うんでね。まあ、全体的にこの地域は標高の高い場所ではあるけれどと。うん、ちょっとまあ、小高い場所と。 場所なんかでは水害の被害も少ないからと。ね。だこういう部分で大きめの町ができてますよと。大きめの本町ができてますよと。いうふうな形に持ってこれればいいかな。だからここ JR も通ってるしね。うん。さあ、まあ、こんなところでうまいことまとめてあげればここはいいだろう。よろしいか。さあ、あそれじゃあもう一個。こんな感じでどうでしょうかね。 ここよ。グーグラス。から撮ってますけどね。さっきの部分これよ。これサルベ別川のところねで。そしてさっきま川がありますよっていうのはこうとくよ。もう少しちょっと全体像を上げてみたけどねで。そしてちょっと小高い場所っていうのはこんな感じ。ちょうど斜面に少しなっていてね、この辺りがやっぱりちょっと木が生えてるのでね。ここの部分が一段高い場所という感じになります。で、ここに集落が立地してると。で、そしてさっきの国道がこれと。 いう感じでしょうね。どうでしょう。まあ、ちょっとこうやってカラーで見るとね、またイメージがガラッと変わってくるかなと思いますけどね。綺麗な、この5番目状の地割りであるということね。そして、ま、こういうところ。まあ、一つ一つポツンポツンと離れている場所も確かにはあるんだけれど、だけど今ではこうやってガッカッカッカと密集したような形でね、道路沿いにも立地しているぞというところを指摘してあげようじゃないかということなのです。はい。どうでございましょう。な。 ちなみにこれ猿別川ずっと上がっていきましてね。最終的にはこっちから流れてくる十勝川っていうのがこっちにあるんだけどね。この十勝川と合流するんですよ。これは地図帳なんかでも確認してみると面白いかもしれないですよ。はい。じゃあ今度は神殿集落のところに行きましょうか。こんな感じでしょうかね。ここをドアップにしたものです。まずはどうですかね。川のところ。 うん、川が流れてますわね。もちろんなからと。川のラインは、うんうん、まあ、ここですかね。ここの部分が川のラインになるんですかね。そして、地図記号では、まあ、今回は触れませんけどね。こういうところですかね。ここの辺の地図記号。まあ、前もちょびとは言ったんですけど、ちょん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 。 これ、市町村境ね。市町村境になります。で、たまにこういう的な問題があるんだけど、市町村会が結構変わってるよね、なんて話でね。まあ、たまにこっちの方にグイーンと行っちゃったりする場合があるのよ。川がこうやってあるにもかかわらずと。で、なんでなのかって言われるとね、まあ、流路が変更されたからとかね、昔はもっとこうやって流れてたんだけど、とかね、説明するもんなんです。で、今回の場合はもうここで、流路が変わらないにバチッともう堤防打ち込んでしまってるので、ね、作ってしまってるので、 まあこれ以上の変わりようがないんでしょうけどね。ここ結構道になってますよね。多分車がちょびっとぐらいは走れるのかなと思われるぐらいの。両サイドに低いよ低いよマーク、ゲジゲジマークついてますからね。この辺りで堤防がしっかり築かれていることがわかると。よほど氾濫してほしくないというわけでしょうね。まあよく氾濫する川だったんでしょうね。そこで、まあ前回のとこでも話し,しましたが、根神殿。 この場所が来るりんと丸く塊状にいるということ。まあこういうところで階層っていうのを指摘してあげたいのです。これが村落形態になりますね。そうそう、前後しましたけど道路に関してはこれでいいですよね。こういうような短冊状の地割りになると。短冊状細長くなっているというわけよ。うん。ね。 さあ、そして短冊状の地割りになっている、これがまあ道路形態、うん。その後は何になってくるかというととうん、ここでは集落形態の部分を入れてあげたいので、ここの海村塊っから。まあやや標高がちょっと高いんでしょうね。ここの地形図のところは読みにくい部分はありますのでね。ただ集落を作るとなってくれば、洪水の被害の少ないところに集落を作るに決まってますからね。 これも必然的に、まあ、微光地であるとかっていう言葉を使ってあげたらいいでしょう。で、こうやって丸くくるりんちょとなっている場合は、まあ、連続性でないものは微光値なんて言い方をしています。連続性の良い微光値のことを自然体を、そうでない場合はってことですよね。で、まあ、これも推測の域は出しませんけれども、このくるりんちょと丸くなってできるなんてことは世の中にありませんのでね。 これはもともと繋がっていたと考えますね。ピッピッピピピッと。ピッピッピッピ,ッピッと。昔は繋がってたと思いますよ。大きな自然堤防だったと思います。でも、ある時の大洪水とかで、この辺りが決壊したんだろうね。ギャーンとね。決壊してしまって、まあ、それぞれになっちゃったと。だ意外とこういう塊状のようなものがある場所は、意外と流路が変わったり、 洪水などで決壊することが多かった。まあそういう地域ではあることは推測できますかね。で、あとはここなんだよね。こっちの部分にこうやって細長く分布してるんだよね。こういう感じにね。で、この辺りも自然堤防なんですよ。まあこれは自然堤防なんです。で、自然堤防の上にこうやって列状に並ぶ集落形態のことを列村って言い方をするんです。 まあ、俺も、俺もってここに住み着くんですよね。まずは水害が怖いですよ。だからまあ高台のところに暮らす。だけれども生きるためには水田の管理をしながらやっていくという形でしょうからね。自然災害は怖いから微耕地のところで住んで、そしてあとは荒廃湿地の水田を管理するということなのです。そう。ここの地形名称は荒廃湿地。 広範湿地では水田がと。そして水はけのよろしい微耕地のところでは水害の被害が少なく。水はけのよろしい微耕地のところではということですよね。でこれはこっちこっちに伸ばしておきましょうか。この子は自然堤防であると。こんな感じに持ってきてあげられればいいでしょうね。はい。で、 あとはですねあとは、この辺りはさっきよりももっと顕著なのかなと思いますね。何が顕著なのかというと、ここ。ここの部分に崖のマークが出てきていること。まあ、ちょっとこの辺りが若干見にくいところもあるんですけどね。で、あとは標高を見てあげると、ここ22メーターの三角点があるし。まあ、ここ等高線の20メーターもあるし。 そして、あとは、ここら辺の標高が、三角点で11.2という感じでね、まあ、ちょっとこう消えてしまったけども、18メーター。なんていうのもあると、ここね。あ、13メーターか。13メーターなんかもあると。よいしょと。ということで、この辺りが大地っていうのは確定ですね。こっちが中石平野。そして、こっちが鉱石台地。まあ、今は鉱石を抜いて大地。これは手放しで大地と呼んでいいでしょう。 この大地のところでは、集落。そしてあとは、V の字マーク。こういうのも出てきてますね。畑。これがよく出てくるぞ、ということになります。で、あとは、そうだね。ここの部分で水田のマークもちょびっと出てくるけど、これは新色国だろうね。まあ、ちょっとここの地形図だと読みにくいところはあるけれども、 多分この削り取った場所に、削り取られた場所にできてるんだろうね、水田がね。まあこれがどっちの方向に行くのかっていうのがちょっとここでは読みにくいんだけどね。はい。まあちょっとここは書いてあるからここだけでしょうね。あとはこの辺にも水田のマークはあるけどね。まあちょっとここだけでは読めないか。ただまあこの辺りが第地で、多分この辺りが薄い雨水によって削られたような侵食国が発達してると。まあその場所では水田があったりするんだぞっていう話なんでしょうね。 ただ、今回のポイントはここだけでいいかなと思いますよ。はい。さあ、それじゃあよろしいか。これが全体像となります。じゃあ、あとはこれもね、衛星画像一緒にまあ見てみましょう。こんな感じですかね。ここの川の名前は湖海川ってやつです。湖海川こっちのずーっと行って、こっちのぐーっと回りながら、下の方からね、こっちの方から利根川が入ってきますんでね。湖海川は利根川の主流になります。うん。はい。まあ実際的にはこっちが、 まあ、こっちが境にして、こっちが上層市と。これが筑波未来市かなこっちがね。まあ、こんな感じで分かれる場所でもありますけどね。で、やっぱり大地のところ見えますかねこのあたりですよね。このあたり。やっぱりちょっと、こんもりとした木が生えていると。でやっぱりこのあたりですかね。このあたりがまあちょっとエッジになるんですかね。境界ラインになりそうですね。うん。新植国は、ちょっと、 とここでも見えにくいかなって気はしますがね。まあ多分この辺なんだろうかなって気はするんですけどね。はい、どうでございましょうか。あとは、これ見れば一発ですね。ああ、こういう集落形態ですもんね。まあこんな、まあ後からまあ住み着いた部分もあるんですけど。もともとのこんな感じ。これが海村形態。 うんここはどうかなちょっとこっちの方が先のような気はしますね。これが後から入ったのかちょっと今一つはわかんないですけどね。まあもしくはこれ塊で全体だったかもしれないし。で、ここにちょっとした水路を通したみたいですね。まあそんなようなことが大体推測できるかなというものです。衛星画像はやっぱり意味やすいですね。こういうとこでガーンと後で確認するとね、余計に知識が入りやすくなるでしょうね。で、学習方法はこういうことになります。 地形図だけではなくて、せっかくね、Google Earth みたいな使いやすいものがあるんですから、こういうのを利用しない手はないでしょうまいこと利用してみるといいと思います。それじゃあ最後に、まあ模範解答的なやつを入れてみます。こんな感じでまとめました。全体的には400字ということで、ここで一つ書いときましたよ。色を書いときました。見やすくするためにね。図の1話と、明治代の北海道開拓に起源を持つトンデン平村であると。 まあ時代的な背景ということでこれと、まあこういうものをつなげながら話を進めていくと。そしてアメリカ合衆国などで実施されたタウンシップ制。これがモデルとなっているんですよと。だから5番目上の地割りになるんだよね。というような話に持ってくると。そしてちなみに道路は直行路型であると。まあもちろんね、なってしまうと。で、現在は道路沿いに家屋が立ち並び、路損形態であると。まあいうとこですかね。 昔は山村形態だったケルトってことですね。開拓直後は山村であったと。まあ、こんなところをちゃんと織り混ぜて説明かけてあげたらいいでしょう。これがまあ集落のまあ歴史的なものですからねで。そして整備された農地や堤防内には共通の地図記号が見られるぞと。ここでははっきりこれとこれって明かさない。というのは、こっちの農地も牧草地に使われてるところもあるし、ジャガイモ畑とか普通に使われてるところがあるんで、 もうはっきりその部分は言い切らない方がいい。なので整備された農地や堤防内には共通の地図記号があるんだよと。で、畑や牧草地に利用されているという感じで、まあケースバイケースなんだけどねというふうな感じに入れとけば良いというわけですよね。はっきりこの辺りは言わない方が、まあいいのかなというわけです。で、さらに南東部の標高26メーターと小高い場所にはという言い方にしました。あえて第一と言わずに。 まあもともとこの辺りが20メーターぐらいの標高があるんで、まあ多分第一でしょうからね。第一上と言った方がいいでしょうね。なので第一上の地形なんで、あまり第一、第一って言い切るのがね、言い切るとかその部分で区別するのも厄介なので。だからここがちょっとテクニックかなと。小高い場所っていう言い方にしといた。こうやってちょっと言い回しをね、少し覚えてみるっていうのも必要かなと思います。で河川の氾濫による水害などの危険性が低いため、 大きな町が形成されてるよっていうのが図の1の内容。どうでしょうじゃあ今度図の2の内容。これは根神殿。いや、後廃湿地の農地が短冊状の地割りとして整備されていることから、江戸時代に食料増産や財政の安定化を図る目的で、米作地として整備された神殿集落であると。まずは後廃湿地の場所、農地。 短冊状の地割り。そういう道路形態をしているということ。そして、江戸時代と。この辺りの食料増産や財政の安定化っていうのはちょっと日本史っぽいのでね、これはまあ別にあってもなくてもいいです。ただ、お米であることは確かだよと。地図記号からもね。で、ここはあえて、熱心伝殿というところで、神殿集落だよねと。 ここを念押しのような形にまあ入れといているということになります。だからさ、結果的に神殿集落だよね、というような文書の構成のさせ方をしています。まずはここに注目して、そして短冊状の地割りで、だからこうだよね、というふうな論理で進めてますよ。そして、米作だよね、と。あとはこの集落形態。河川沿いの自然堤防などの微光地では、 浸水被害が少なく水はけが良いため、欲しいのは自然堤防、そして微高地という言葉。だから、周りよりも標語がちょっくら高いので、洪水の被害、まあ浸水の被害が少なく、水はけもさらに良い,いから人が住むには持ってこいじゃという話。で、あとは地図記号のとこで集落だだけでなく畑もあるけどねというのをおまけとして入れてあげる。これが土地利用だからね。 そして、三ノ輪町や、これは何て言うんですかね、平町って言うんですかね、この列村、列村や、熱心寝殿は海村の形態、村落形態も読み取れるというような形で出てました。そしてまた、東部の大地は水害などが少なく、集落が畑に利用されている。東部の大地。ここは大地と言い切っていいでしょうね。さあ、どうでしょうか。 あとは、ポイント、ポイントのところでは、ここでしょうね。ちゃんと、海村だよとか、列村だよなんていうことを織り混ぜてあげれば、さらに集落の形態としての締めくくりもいいだろうというわけですよ。どうでしょう。まあ、こんな感じにまとめることができれば、うん、まあ、よろしいかと思いますね。で、たいまあ、半分半分ぐらいで、まあ、200字200字ぐらいでだいたい収まるぐらいな気持ちでね、まあ、ちょっとだ、若干オーバー。 そして少ないところもありますけどね。まあ大体の感じで、半分半分ぐらいの大体ね、文章構成をできれば、まあ締めたものかなと思いますよ。はい。さあ、それじゃあね、今日はここまでといたしましょう。しっかりとこの文章も見ながら、文章の書き方、ああ、濁すところは濁す。はっきり述べるところは述べる。地形図ではっきり読めるところもあればそうでないところがあるのでね、まあそのあたりはうまいこと濁すところ。ちょっとテクニックとして覚えてみてください。 それじゃあ今日はここまでといたします。じゃあ終わります。はい、お疲れ様でした。授業どうでしたかわかりやすかったですかまあ、しっかりと復習して自分のものにどんどんしてってくださいね。この考え方を自分のものにしていくってことが一番この地理の学習には大事なものですからね。はい、それじゃあ一緒に頑張っていきましょう。